ねえねえってばいつまで漫画読んでるのさっきから「もうちょっと」って言ってばかりで終わる気配ないじゃん君の家でのんびりしようとは言ったけどもうちょっとかまってよあババ抜きやるオセロ <laughs> それとも映画鑑賞がいい 外でしか遊んだことないんだから家の中でしかできないことやろうよ。ねえ人の話聞いてるはあ返事なしっともうすねちゃうよ。わかったそれなら一緒にその漫画見よっか。 今何読んでるのほら一緒に見ようよはあこの女の子可愛いねこういう子がタイプなのふんーそうなんだううん別になんでもないよただ私と全然タイプ違うなって思ってさ <laughs> そっかそっか 君はこういうい子が好みなのかこの子が見たいから漫画に夢中なのかあ勘違いしないでね別に焼いてるわけじゃないから目の前の彼女より漫画の中のヒロインを選ぶんだなーって思っただけだよ寂しがってない別に怒ってもない怒ってないってばそんなにその漫画のヒロインが好きなら 一人で読んでればいいじゃん。私も一人で時間潰してるからさ。読み終わったら読んでよ。<laughs> やっとこっち見てくれた作戦大成功驚いた本当に怒ったと思ったのへへへ、<laughs> まだまだ甘いな。 別にこのくらいじゃ怒らないってばまあ少し寂しかったのは本当だけどねせっかく家の中で人の目気にしなくてもいいのに自分の世界入り込んじゃってるんだもん二人でしかできないことしたいなって思ってトランプとかオセロとかじゃないよあいや確かにさっきそう言ったけど もっと他にあるでしょ。例えばうーん、そうだな。イチャイチャするとかてか私に言わせないでよこういうのって男の人から言うものじゃないのまったくもう。 今日はちょっとだだけ期待してたんだよいつもより近づけるかもってねえダメかな <laughs> 漫画のヒロインみたいにはできないけど私にだって私にしかできないことがあるんだよ何って改めて聞かれると難しいけど少なくともそのヒロインよりは 君のこと、好きだよ。えへ、ほら、漫画置いて、こっち来て。ぎゅってしよ。ぎゅ<ュ>ー。えへへ、あったかいね。 こうしてると幸せだなーって思ってさえ <laughs> 外で遊ぶのもいいけどたまにはこうやってのんびりくっつき合うのも悪くないねなーに照れてんの顔真っ赤だよはっもしかしてだけど漫画ずっと読んでたのって 部屋に二人きりで緊張してたから <laughs> なるほどねズボシかななんだそういうことだったのちょっと安心したううんそういうことならもっと思う存分できるなってだけだよぎゅー もう今日は、話さないからね。